はい、どうも、堀です。ショート動画にあった通りね、今回からアップデートでね、いろんなこの辺の更新の項目増えましたんで、360日、だいたいリアル時間の1年と同じぐらいの感覚でやっていこうかなと思って今動画撮ってます。初心者ギフトパックとかホープスタイルは入れません。のんびりね、冒険をしていきたいなと思ってますので、で、材料は一番多く入れて、更新もだいたい感覚的に1週間ぐらいでやろうかなと思ってます。ということでやりましょう。なんで何も装備してないんでね、まずは、近くのところからバックパックを入手してって感じですかね。なんか画面がちょっと重いような気もする。のせいか。あ、大丈夫でした。で、まずはとりあえず木切っていかないといけないんで、建築物作るにも木がないと何もできないので、まずは斧を作ります。1、2はね、両手武器なんで、ここに置くとまずいので、3に入れといて、で、最初は、この辺の細い木を切って、丸太は1個だけにしましょう。で、これで、建築ハンマーを作ります。建築ハンマーは4番にして、でもこういう小屋とかもね、有効利用しよう積んで、とりあえずここに石の土台を置きたいので、セメントの土台は無理ですね、現段階では。で、セレクトとコントロールキーをしながら、あと前に進むので、この場合ですね、下げる場合は、シフトキーを押しまして、で、下げることで、高さを調整できます。これで設定して、あとは、石を入手していかないといけないんで、とりあえず適当に石取りつつ、ここまであるんで、これでツルハシ作りましょう。ツルハシ、ストーンピックですね。ストーンピックは両手武器なんで、1か2にしか装備できません。で、まずここからやることが、このままだと、装備品持てないので、初期リストだとね、ここの車がね、だいたいバックパックが入ってるんで、ここからバックパック持っていきます。あ、入ってない。珍しい。そういうこともありますね。バックパックないのかな。気になりましたね。おいしいおいしい。大体ここにあったはずなんですけど、わからない場合はやっぱりありますね。で、ここがね、いろんな道具類が置かれてるんですけど、もう珍しい銅鉱石ある。銅鉱石に鉄の、この、木炭。設定上、まあ、だいたい10日までは基本的にリセットされないので、のんびり素材として使えますね。今はいいかな。お、ツールボックス、うまい。ツールボックス、どちどち使うので。
脳のブロック、これさ、今持ってても使い道ないですよね、こういうアイテムって。ここもね、なんか利用できそうですよね。前ここね、アイテムあったんだけどね。ないかな、今回は。ないかな。ああ、でもあれは弾とかありますね。ファブリックがある。ツールボスこんなにいらないな。ショットガン弾か。釣り革。ゾンビの拠点とか行って、ゾンビからここから一応物資バッてくるぐらいしかないかな。今回でっかい車だな、動かせるやつ。そこにある車もね、プレイによってはね違ってくるんで、毎回同じ車とは限らないので。あー、入ってない。どうやらここはこれだけかな、多分。弾だけか。一応ね、ここにね、こうかなと思って今やってます。あ、もちろん大きい拠点作りますけどね。4マス5マス6マス、6×6 ぐらい行きたいんですよね。それぐらいあればね、拠点としては十分な広さなんで。3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。結構ね、ギリギリに置いてるんで、ワンチャンゾンビ来るかもしれないんで、これ、この場所は。あ、ギリ来ないかな。で、数箇所をね、雰囲気的にちょっとね、このゲーム多分木材の土台は燃えないと思うんですけど、まあね、某サバイバルゲームとか木材燃えますからね、それもちょっとね考慮して。よし、ここの上にね、焚き火系置きたいかなと思って、ちょっと雰囲気作り。でも、階段の位置はある程度作っておきます。階段はね、4箇所。どの方面からでも逃げれるように作っておきます。
鶴橋があるんで、ここで石の土台作っちゃうか。石の土台作ってね、あの不要アイテムを家具で収納ボックスをね、毎回ここにポンポン、こんな感じで置いてね、活用しようかなと思います。あと、ここもね、あの、スペースもったいないんで。テクノロジー、僕と石三つ。今はね、とりあえず、土台作ります。12個しか置けない。まず、木切っていきますか。その前に石を集めます。石になったらね、この辺にも何箇所かあるんで、ちょっとそこからね、もらっていこうかなと思ってます。これ無理だな。これ以上取ると溢れてきますね。アイテムの更新は、あの、個人的にもう検証したんですけど、あ、木とかの更新はね、してないんで、そのうちやりたいと思います。いやー、カバンがね、これしかないっていうのはちょっときついですね。今までだったらね、あったのに。ほら、今回。全くないです。ポットとかこの辺あるのはちょっと美味しいんですけど。パブリックさんはちょっと大きいね。カバン作れるんですよね。ある程度ファブリック集めると。まあ、ゾンビの戦利品なんですけど、大体は。うん、3個足りない。まあ、石ぐらいだったらすぐ集まるんで。まあ、今、ボッコ1個あったんで、これで槍作っとかない。いざという時はね、護身用なんですね、ボッコは。まあ、ログとかも必要になってくるんで、お、石がなくなっちゃった。加工台作りますか。そろそろ解放して、その辺の石集めれば加工台も確か解放できたはずなんで。これログ、もう一個ログあったよね。で、解放して、で、粘土はね、後で取りに行きますんで。とりあえず一旦、家の設計をね、考えるので、進めますね。はい、ということでね、木炭炉を作りにね、今ちょっと遠出をしてます。
あれで、あれがね、木炭を作る材料の一つの粘土ですね。で、こちらにも行くとね、もっと粘土あるんですけど、ちょっとね、車を漁りたいっていうのもありますので、今回は車をちょっと漁りながら粘土取っていきます。あ、入ってないですね。前の方はね、こういう鉄くずとか、あと、燃料系なんで、あんまり美味しくないです。あそこにある車もね、後ろ漁れないんですよ、実は言う。なんで、とりあえず、今回は、エンドだけ取って帰りましょうか。ちょっと壊れたんで、そうじゃ。方向的にこっちかな。リスポーン、まあ、ゾンビのスポーン数とかもね、低めにしてるんで、この辺もゾンビ分かんないんですけどね、設定上。何がいるとは限らないので。一応、初期リスで言うところのおすすめポイントですね。ここね、鉄鉱石とか粘土とかいっぱいね、ありますんで、ここで漁って帰るだけでもね、結構、持って帰れるっていうのが嬉しいとこですね。3つぐらい持って帰りましょうか。これとそれかな。確かこれが鉄じゃなかったかな。鉄で銅と思っていたものが実は銀鉱だったっていう。銅鉱が見当たらないんですよ、実は言うと。これ銀鉱なんですよ、実は言うと。これ。銅だから黄色かなと思ったんですけど、正直見当たらないっていうね。今回はね、鉱石を取りに来たんじゃないんで、鉱石取るとね、結構ね、かさばるんでね。全体まだ見てないんでね、なんとも言えないんですけど。ちなみに、その下の方行くとゾンビが湧くかもしれないんで、ちなみにその家行ってないんですよ、まだ。怖くて行けない。ゾンビ行ったらね、装備が弱すぎる。とりあえず、一旦帰ります、これで。はい、ちょっとね、帰り道、今、ショップのマリアさんのところにちょっとね、寄ってみようかなと思って来てます。というのも、こんなにね、武器とか取れちゃったんで、売れないかなって。あと、好感度上げれれば、スキルもね、上げれるんで、持ってきました。ああ、ナイフ1だけ上がった。ハンマー、ツルハシ、斧、これとアルミブロックは売らない。お、関係中。
方的に売ることしかできないんだよね。ああ。これをやって、これを、物をあげて物をこっちからもらわないとダメか。売るだけだと、一方的になっちゃって、その終わりって感じか。まあでも、関係は中だけ開けれたんで、とりあえず拠点に戻ります。はい、ということでね、木炭で2個できました。で、一応ですね、並行して、こちらの、丸太とか、ログですね、ログ、木の棒、石、ボードを収納する、収納箱、同時に並行で作ってます。感じでね、360日のゾンビサバイバル初日、まあ、新規で やりますけど、今日はとりあえずここまでにしようかなと思います。以上、りちゃんでした。